お客様満足度ナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつも新車館チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車館、酒々井成田空港店の江澤です。本日もよろしくお願いいたします。弊社では新型コロナウイルス感染症に伴うガイドラインに沿った営業を継続しております。お客様にはお客様同士の接触を避けるために来店時間のご予約をお願いしております。またご来店が難しい方、ウェブ商談システムもご用意しておりますので、合わせてご活用お願いいたします。ウェブ商談におきましては、弊社ホームページより簡単にお申し込みが、できる形になっております。ご自宅でパソコン、タブレット、スマートフォン、この3つのうちどれか1つでもございましたら、ご自宅でもリラックスしながらご商談可能となっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは本日のお車のご紹介に移りたいと思います。本日紹介するお車こちらですね、トヨタのプリウスですね。もう皆さんは見て分かる通りですね。でこちらのプリウスですね、 1.8S ツーリングになってます。でただいま弊社の方でですね、 0.9% の即納特選車、そちらの方やってるんですけども、こちらのプリウスですね、その 0.9%、対応車種になっておりますので、もう今回そちらのご紹介ですね、よろしくお願いいたします。今もうなかなか 0.9、もう全国的に見てもかなりもうほぼほぼないと思うので、もしですねこの金利いいなと思う方はですね、お早めにお問い合わせいただければと思います。でもう見てわかる通り、こちらですねエンブレム、青いエンブレムになってますね。これはもうハイブリッドの証ですね。こちらもう皆さんももう熟知されてるとは思うんですけども、ご紹介ですね。で今回こちらのプリウスですね、お色の方、まあブラックなんですけども、アティチュードブラックマイカになってます。でこちらアティチュードブラックマイカですね、通常の今までのトヨタのブラックと比べてですね、まあラメが入っているような色合いになってるんですね。ブラックの中にラメが入っている形、ちょっと近くでちょっと映せますかね。ちょっと実際に間近で見ると青だったりシルバーだったり、もうキラキラと輝いてるブラックになるんですね。だから非常にかなり綺麗な色合いです。はい、ではそのままちょっとサイドの方に映っていただきたいと思います。もうプリウスといったこのフォルムですよね。このフォルム、もう今ではもうプリウスぐらいだと思いますよ、こんなフォルムをしているのは。でまずですね、このホイールですね、専用のアルミホイール、こちらの方が17インチの専用アルミホイールになってます。でこれもですね、やっぱりプリウスならではの、ホイールですね。でシルバーと、ブラック塗装ですね、この2パターンの、アルミホイールになってます。まあ、ちょうど星型でブラックの塗装が入っているアルミになりますね。はい、でこちらの車ですね、サイドバイザー、ディーラーオプションのサイドバイザーをちょっと付けさせていただいております。で非常にかなりこのバイザーもですね薄いので、もうボディにしっかりとフィットしている形になります。やはりプリウスといったらもうリアのこちらのラインですよね。もうかなり滑らかなライン。でこちらの方でリアなんですけども、ちょっとラゲージの確認をさせていただきたいと思います。はい、やはりかなり広いですね。ラゲージに関してはかなり広いです。はい、奥行きがかなりあるので、しっかりといろいろと荷物詰め込むことができます。
で、こちらトノカバーですね、こちらもついてきてますので、で、両脇にですね引っ掛ける部分がございますので、そちらで、あ、失礼しました、よいしょ、引っ掛けていただければもうこのように隠れてくれます。はい、なのでちょっと見られたくないものとかはこのトノカバーをしていただいて、隠していただければと思います。で、ちょっとですね奥側になるんですけれども、こちらに AC100V 1500W の、コンセントですねついております。はい、で、こちらですね、よいしょ、こちらの方を上げると、パンクの修理キットとですねこちらの方で収納という形になっております。よいしょ、あ、で、こちらですねもうドライブレコーダーちょっと実はつけているんですけども、前後タイプのドライブレコーダーつけさせてもらってます。で、今回ついているこちらのドライブレコーダーはカロッツェリアですね、パイオニアカロッツェリア製品の前後ドラレコになっております。で、実際プリウス通常であれば、こういった窓ガラスに後ろリアのカメラはつけるんですけど、プリウス独自の、かなり上を向いたウィンドウになっているので、そのままリアのカメラつけてしまうと上を向いちゃうんですね。なので、プリウスはこちらの方も、ガラスになってますので、ちょっと見えにくいんですけども、こちらに、リアのカメラがついて後方を映してくれる形となります。はい、じゃあちょっと運転席の方ですね、ちょっと確認していただきましょう。はい、ではこちらの方がフロントの、運転席ですねになっております。で、シートもですね合成比較で、ステアリングホイールもですね合皮になっておりますので、もう汚れとかもですね簡単に拭きやすいかなと思います。で、右下ですね、ステアリングの右下、こちらがスイッチ関係になってます。で、こちらですねプリウスになりますと、こちらに AC100V の、スイッチがあります。で、こちらのボタンですね、で、今ちょっと光らないんですけど、オンオフができます。で、こちらの方でオンにしないと、AC100V、プラグ差し込んでもですね、使用できませんので、こちらのスイッチでオンオフ切り替えの方、していただく形になります。で、なんといってもちょっと私気づいちゃったんですけど、プリウスってエアコンのフィルター、あ、ごめんなさい、エアコンの吹き出しですね、プリウスのロゴが入ってるんですよね。もう結構可愛い部分が意外とある。で、このデザインもですね、ブルーがあったりと、単色になってない点がかなりおしゃれでいいかなと思います。プリウスといえば何といっても一番の燃費ですよね。やっぱりその燃費が一番の売りだと思うので、例えばよく通勤とかですね、で、お買い求めになられる方も多くいらっしゃいます。で、かなり高速道路とか、あと市街地だけでも結構距離を走る方だったりとか、もう絶対的にプリウスかなりおすすめな一台になります。で、車内空間もですね、合皮のシートだったりとか、かなりおしゃれな仕上がりにもなっておりますので、かなりおすすめな一台となります。で、今こちらですね 0.9% 対応車種となっておりますので、かなり、お買い求めしやすい、お車になっております。なのでぜひですね、ご検討の方は、ご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では本日こちらトヨタのプリウス 1.8、S ツーリングですねのご紹介の方をさせていただきました。皆様もまたのご視聴ですね、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。